春4月西区閑山寺町にある浜松市動物園で写生大会が行われました。毎年春と秋に行われる人気のイベントで、今年も大勢の方が参加しました。午前9時、開園と同時に絵の具や画板を持った参加者が続々と来場。エントランスで画用紙を受け取り、お気に入りの動物のもとへ向かいました。年齢に関係なく誰でも参加できることから、大人も子どもも思う存分絵を描いていました。こんなに本格的に切り替えたのは初めてなので、結構一匹描くのも疲れるなって思いました。今日はお天気もいいのでね、描いていてすごく、楽しい気持ちになりじっくりと観察しながら絵を描くことで、動物の動きや表情、息遣いを感じることができました。また21日の土曜日には飼育の日のイベントとして、飼育員の仕事を学ぼうも開催。参加者は飼育の日に関する話を聞いた後、スタッフと一緒に園内を歩き、竹や木を切って餌について学びました。でこの木はお腹の調子を整えてくれるっていう効果があって、切った枝は動物の餌になります。土日祝日に行われている触れ合い体験も人気イベントの一つです。ウサギを膝の上に乗せて触ったり、カンガルーにリンゴやサツマイモなどの餌をあげることができました。楽しかった。今年も生き生きとした動物たちの絵がたくさん描かれ、4日間で385点の作品が提出されました。トラです。青いかっこいいから、かっこいいから。6月10日に表彰式が行われ、受賞作品は動物愛護教育センターに展示されるほか、来年の写生大会のポスターやホームページなどに掲載されます。上手にできた。